アンソニー・ジョン、トニー・アボットは、オーストラリアの政治家。元オーストラリア自由党党首。第28代オーストラリア連邦首相。宗教はカトリックである。1957年11月4日に、イギリスのロンドンで、オーストラリア国籍の両親の間に誕生した。アボットの父であるリチャードは、ニューカッスル・アポンタインで生まれ、近郊の村で育った。アボットは、 第二次世界大戦中に家族と共にオーストラリアに移住している。母フェはシドニー出身のオーストラリア人である。1960年に幼いアボットは両親と共にオーストラリアへ帰国した。シドニー郊外のチャッツウッドに一家は今日構えた。シドニー大学で経済学と法学を専攻し学生代表委員会会長を務める。また、 ボクサーとしての活動歴もある。シドニー大学卒業後は、ローズ小学生として、オックスフォード大学ザ・クイーンズ・カレッジに留学し、オックスフォード大学で修士号を取得する。1984年、カトリックの神学校であるセント・パトリック人学校へ入学し、カトリック司祭になるための勉強を始め、イエズ・ス会に影響を受けたが、その後中退した。 神学校を辞めてから出会ったのが、シドニーで働く、ニュージーランド人のマーガレット・エイト県で、二人は1988年に結婚した。妻との間にルイーズ、ブリジェット、フランセスの三子がいる。学生時代よりライターとして活動していた縁で、オーストラリアンなどに記事を寄稿し、ジャーナリストとして活動を始める。記事の中で労働組合や、 左派系政党を批判する論調を展開した。1990年から1993年まで、オーストラリアの政治家、ジョン・ヒューソン秘書。1993年から1994年まで、オーストラリア立法君主連合事務局長を務める。1994年、ニューサウスウェールズ州の連邦議会補欠選挙で、当選し、政界入りした。 ジョン・ハワード政権下に2001年に環境大臣、2003年に健康保険大臣に就任した。2009年に行われた自由党内の党首選挙でマルコム・ターンブルに代わって党首に就任した。ハワード政権退陣後、自由党はブレンダン・ネルソン、ターンブルと党首交代が相次ぎ迷走が続いていたが、アボットは体調傾向に歯止めをかけ、 2010年6月には、人気の高かった首相のケビン・ラッドを大臣に追い込み、同年8月の総選挙では情勢を接戦に持ち込んだ。2013年9月の総選挙では、与党の労働党を大差で下し、政権交代を実現させる。同月18日、就任宣誓式を行い、第28代オーストラリア連邦首相に就任した。 2014年4月に来日。2015年1月には、旧想四国にあたるイギリスのエディンバラ校フィリップへの勲章授与独断で決めたことをきっかけに、党内の不満が噴出し、野党だけでなく、与党内部からも、時代錯誤で、権威主義と批判を浴びた。経済政策や指導力へも疑問が高まり、2月6日に、自由党党首からの解任動議を提出される。 9日には同義を否決したものの、賛成39、反対61と賛成票が4割近くになった、ため求心力は低下した。その後は、首相、与党との世論調査で、支持率が低下するなど与党内部からアボットに対し、不信の声が高まり、通信大臣で自由党元党首のマルコム・ターンブルなどから退陣を迫られた。9月14日、 ターンブルの要求を受け、アボット首相は、党首選挙を実施し、ターンブルに敗北、首相を辞任することとなった。翌15日、正式に首相を退任した。2019年5月18日投開票のオーストラリア総選挙では落選。保守的なカトリック教徒としても知られ、肺性幹細胞の研究や人工妊娠中絶に反対し、 君主制存続を主張している。ニューズウィークによれば、次のような政策を行っている、と報道している。炭素税と、鉱物資源利用税を廃止、サメの殺害、国立公園内で、家畜放牧の解禁、再生可能エネルギーへの投資を縮小、グレートバリアリーフへの土砂の廃棄の許可、ユネスコに対しタスマニア原生林を、世界遺産登録から外すことを要望。 また、ニューズウィークによれば、インデペンデントは、オーストラリア史上、自国の環境に最も優しくないという旨を、述べていると報道し、これに対し、ニューズウィークは、オーストラリアではなく、地球かもしれないと述べている。日本ラッド政権下において、捕鯨問題などでギクシャクしがちだった、日豪関係の修復、強化を打ち出した。日本との関係を、アジアにおける最良のとも、 世界史の中で最もお互いに恩恵を受けてきた二国間関係の一つと評価している。2014年7月、安倍晋三首相と会談し、11月1日に第一次世界大戦でオーストラリア軍とニュージーランド軍の最初の輸送船団が出発してから100年を迎えるにあたって行われる記念式典に自衛隊も参加させることで一致した。日本は当時、 日英同盟に基づいて海軍の巡洋戦艦いぶを派遣し戦団の護衛を行っており、これはその時の協力関係を考慮したものである。式典には海上自衛隊の護衛艦キリサメが参加した。アボット首相は式典で日本について同盟国から敵となり、今では最良の友であると述べた。中国野党時代は、 政府与党の中華人民共和国寄りの政策を批判していたが、首相になってからは中国と自由貿易協定を締結した。Search and Retrieve, Record Search, National Archives of Australia, r e c o r d s e a r c a h n a g o v a u 2013年9月8日閲覧。ザホン、トニー・ヤボット MP。 メンバー4アンガ、パーラメントオブオーストラリア、ハウスオブレプレゼンタティブスバイオグラフィー。2006年4月4日閲覧。ABCQ&A、パネリストバイオ、トニー・アボット。2011年9月10日閲覧。スーザン・ミッチェル、トニー・アボット、A マンズマン、P8、ノース・コースト・ボイセズ、7ディセンバー2011リトリーブド14。 セプテンバー2013ジョナサン・パールマンオーストラリアビグラッジンブリーウィリング2アクセプトマッドモンクトニー・アボットザ・テレグラフ4セプテンバー2013リトリーブド4セプテンバー2013トニー・アボットリベラル・フォー・アーガがアバウトトニー2012年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2006年4月4日閲覧 アボット新政権が発足イコール難民対策を、協会引く、ゴージジ、ドットコム2013年9月18日、ナイトジュ与めぐり、ゴー首相が、苦境人選に、各界反発。朝日新聞。httpwww.açafi.com、articles、アッシュ 1n321 ヌビー00、GHTML2015 年9月14日、閲覧。 アボット号首相の続投決定、自由投が交代動議否決。ロイター。h t t p j p ロイタ t e r c o m アーティクル2015、2015-0209-au アボットエジップ文 0LD0132015-0209-2015 年9月14日、閲覧。求心力低下の号、アボット首相、内閣改造観測を否定。ロイター。 h t t p ロイター e r c o m アーティクル二千十五零九十一オーストラリアポリティックスエジピル四 n 十一 h 1 n g 二千十五万九百十一二千十五年九月十四日閲覧合与党自由党が十四日に党首選アボット首相再選に自信ロイター h t t p ロイター e r c o m アーティクル二千十五 0 9-14オーストラリアポリティックスイレクションアボットエジプキシエン RE 0 TBE 2015914 2015年9月14日閲覧合心首相にターンブル首相主戦を買って出たアボット氏あぶれる内閣刷新へ産経新聞 http://www.sankei.com コロンススララッッシシュュスラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ150914スラッシュ w o r 1 5 0 9 1 4 0 0 3 5 n 1 h t m l に0 1 5年9月14日閲覧。オーストラリアタンブル首相が就任。 nhk,https, コロンスラッシュスラッシュ www.nhk.or.jp スラッシュニューススラッシュ html スラッシュ20150915スラッシュ k10010235471000.html2015 年9月15日閲覧合奏選挙、与党連合が、予想外の勝利森損守小族党へ。 cnn.co.jp cnn, CNN. https コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.co.jp スラッシュワールドスラッシュ 35137146.html 2019年5月19日閲覧 ?AB 環境破壊に突き進むオーストラリアニューズウィーク世界一環境に優しくないオーストラリア ご首相が就任後初の北アジア歴訪へ、最優先事項は、対日 EPA。ロイター、httpjp、ロイター .com、アーティクル、トップニュース、エジタイヤ 3105h2014400 に2014年4月6日、閲覧。第一次大戦の協力から100年後式典に、海事護衛官、霧雨参加。3K ニュース。 http://www.sankei.com コロンススララッッシシュュスラッシュポリティックススラッシュニューススラッシュ141101スラッシュ plt1411010018-n1.html2014 年11月3日閲覧日本は、今も、最良の共イコール第一次、大戦100年式典で引く、豪首相。時々 .com http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ zc k イコール20万1411%二回二兆141億千十万2312014年11月3日閲覧。中央 FTA 締結、両国首脳が祝賀の所管。人民も、http コロンスラッシュスラッシュ j.people.com CNN2015-0618-C94474 から890万 8544HTML2016 年9月3日閲覧。ありがとうございます。